こんにちは、粟田洋介です。いつもご視聴ありがとうございます。絵を描く YouTube を始めて定期的に動画を出すようになってから3年以上が経ちました。で、今年の初め頃、登録者数がやっと1000人以上になりました。登録者数1000人っていうのが3年前のとりあえずの目標だったんですが、ここまで来るのにかなりの年月がかかってしまいました。ですが、これからがスタートだと思っています。私の動画を視聴してくださってる皆様、チャンネル登録していただいた皆様に心より感謝しております。で、今日は YouTube を始めたおかげで私が学んだこと、そして良かったことなんかを少しお話しできたらと思います。不特定多数の方が YouTube をご覧になることができます。なので、私は動画のお話の中で批判することをなるべくしないようにしています。私とは違うタイプの方々がたくさんご覧になっていることを前提にお話ししています。例えば、私の作風は見たものをそっくりに描く写実的スタイルとは違います。私自身が写実的表現をするのに面白みを感じなくなったから今の私のスタイルに至っているのですが、だからといって私が写実的なアートを批判する必要はありません。いろいろな考えや趣味趣向の方がいらっしゃって、世界にはいろいろなタイプの作品があります。だからこそ面白いのです。まあ、その写実主義っていうのは例え話なんですが、他のことに関しても自分と違う考えとかそういうことを批判したくなってしまう時って時にはあったりしますよね。きっとそのような心の狭い人間は私だけかもしれませんけど。まあ、それは置いといて、私は動画の中で批判をしないように気をつけることにしました。そうしてるうちに動画の中じゃなくて現実でも私は批判っていうことはあんまりしないようになりました。多くのことに対して自分の好みではないけど、あれも素晴らしい、これも素晴らしいって思えるようになったんです。未熟だった私は YouTube を始めることによってそういった点で少しは成長したんじゃないかと思っています。またお話をするときに自分が何を伝えたいのかを誤解されないようにお話しすることもとても気をつけています。私は絵が描きたいのに絵が描けない、そんな悩みを持った方とモチベーションをシェアするための動画も多く作っています。私自身が過去に8年もの長いスランプに陥って、自分で満足いく絵が描けない辛い時期を過ごしていたことがあります。その時、スランプの原因になったことや人への怒りのエネルギーが再び自由に絵が楽しく描けるようになる方法へと私を導いてくれました。そんなわけで、動画でお話しする内容が私の過去の怒り、そういったことが強調されたお話になってしまうことがあります。そんな時はその部分を後でカットしたりしています。私には絵が描けない時の辛い気持ちがよくわかります。そんな方々に私が再び自由に絵が描けるようになった方法をお伝えするのが動画の目的です。ですが、過去の怒りが強調されちゃったお話になると、そんなつもりじゃないのに私が YouTube の動画で私自身の過去の愚痴を言ってると思う人がいると困るので、その部分はカットしています。そんなわけで、どんな話の内容でどんな風に人に伝わってしまうっていうことを考えながらお話をするっていうようになりました。今お話ししたようなことの他にもいろいろな発見とか学びがあったんですが、なんといっても皆様が楽しく動画を見てくださっているということが私にとって一番の喜びです。楽しくご視聴いただいたっていうことをコメントいただいたりとか、まあ高評価ボタンをいただいたりとか、そういったことで楽しんでいただけたっていうことがわかるので、まあその動画を作ってよかったなーってすごく思います。それから YouTube 以外の私の SNS をフォローしていただいたり、本当に嬉しいです。YouTube を見てくださっていることを SNS のコメントや DM で教えていただけたら、フォローバックもさせていただいています。また視聴者の方々が私の展示会やイベントを見に来てくださったこともあって、とても嬉しかったです。それで結構意外な方々が私の動画を見てくださっていて、例えば友達の家族の方とか、それから先日何十年も連絡を取ってなかった私のいとこが個展に遊びに来てくれました。 YouTube で私のことを見つけてくれて、それで個展をやってることを知って来てくれたんですよね。それもすごく嬉しかったです。YouTube を始めたきっかけは、私の作品を多くの人に知っていただきたいと思ったからです。そしてその目的は今も変わっていません。
でも YouTube でいろんなお話をしているうちに、皆様とアート作りの楽しさ、モチベーションやインスピレーションをシェアしたいなという気持ちが芽生えてきました。もしかするとその気持ちって私の作品を通して表現し続けていることと同じことなのかもしれないなと今思いました。チャンネル登録者数とか視聴回数とかそういったものの伸び悩みっていうのがあります。でもさっきお話ししたような YouTube をやることによって私自身人として成長したりとか、皆様がご視聴してくださってるとか、そういった数字とは関係ないポジティブなことが私にはたくさんあります。それからもう一つ良かったことは、私は子供の時から録音した自分の声を聞くのが体から火が出るほど恥ずかしかったんですが、 YouTube をやってるうちに自分の骨を通して聞こえている自分の声と録音した自分の声の違いがあんまりわからなくなってきて、全然恥ずかしくなくなりました。そんなことも YouTube をやってて良かったなぁと思うことです。まあ一本の動画はだいたい10分とか15分ぐらいなんですけど、話をする台本を作って、お話の撮影、絵を描く撮影をして、それで編集して、英語の字幕を入れてとかって、そんなことをやってると少なくとも丸々 2,3 日かかってしまいます。だから毎日私の頭の中の半分以上はどんなトピックにしようかなとか、どうしたら面白くなるかなとか、そういうことで頭がいっぱいなんです。で、私はあんまり人と会ったりしないんですけど、たまに友達とかと会って近況を聞かれた時に YouTube の動画作りのことを話したくなっちゃうんですけど、この話をしてもほとんどの人は楽しそうにしないので、私は違う話をするようにしています。実はチャンネル登録者数何万人とか何十万人にしていきたいなと思っています。でも YouTube は私が絵を描くアーティストとしてやっているっていうことを忘れないで地道に続けていこうと思っています。まあ大きな目標っていうのは持っているんですが、日々の小さな小さな成功ですね。そういったことを喜びながら、今後もより面白い動画が作れるように続けていきたいと思っています。YouTube も大事なんですが、私にとって一番大事なことは、私が私らしく私の絵を描いていくということです。なので、アーティストとして今後もブレずに楽しく頑張っていきたいと思っています。最後に皆様、本当にありがとうございます。心より感謝しております。そして今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画は以上です。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらいいねやコメント、チャンネル登録などもよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。最後までご覧いただきありがとうございます。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。